まあ、この中で独裁をするとですね、こう性の問題が出てくる。いや本当なんですよ。なのでこう性教は分離しなきゃいけないんですけど、性と教も分離しなきゃいけないというお話をさせていただいたので、今日はその辺のところも突っ込んでいただきたいと思いますので、じゃあ、長い日でよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。先ほど吉野先生の方から、紹介を受けました。日本の中ではですね、最大メジャーと言っていいですね、教団、日蓮という、教祖というか階層を信奉しているんですが、なぜか、その最大メジャーの創価学会というところは、今は亡き、宇宙のですね、偉大なる平和指導者と言われていた、今や宇宙の木屑となった池田平作大先生、をなぜか信奉するようなね、信奉するというようなところに、私はまさに池田チルドレン代表、略して池チルと呼んでいただきたいと思うんですけれども、池チル第一期生として、私は小学校から、創価小学校、中学校、高校、大学、ご飯を食べる前には先生ありがとうという感謝の気持ちを込めながら飯を食うという、食べると大体なんかどんなに美味しいものもちょっとまずくなるんですけれども、こういう生活を送らせていただいた、そしてうちの親もですね、いわゆる公明党の市議会議員を武蔵村山市というところでやっておりました。まさに同じ年にですね、私も西東京市で市議会議員をやりましてですね、まさに家では宗教という名前を語りながら、F を取るぞと、F っていうのはフレンドっていう意味ですね。要は票を取るっていう意味です。票を取るぞって言ってですね、お題目もちょちょちょってやった後に、お前はどこどこの境町で何秒取ったんだと、お前は弥生町でどれぐらい取ったんだと、あのババアはほら寝てんだから早く起こして連れていかなきゃダメだろうというような、かなり気が臭いですね。宗教活動。私は、その宗教活動の中で、学会会内ではですね、いろんなローカルでの隠語があるんですけれども、私は護送車と呼んでいたんですが、要は投票所まで、F になる方をですね、車で連れてって、投票をしてもらってまた帰す。護送車と私は呼んでおりまして、それの運転とかしておりまして、ピストン輸送ですね。行ってこいなんていう言葉もあるんですけれども、たまにですね、最初に車で行って、4人乗せてったんだけれども、急いでるものだから、3人帰ってきて、じゃあもう帰ろうってなったら、ほら、トメさんがまだ投票所にいるわよ、なんつって、また戻ってきてですね、トメをもう一回連れてって護送をするというような、このようなですね、ことが日常茶飯事に行われていた、まさに宗教と政治が完全に一体化している、そんな環境に生まれて、そして今に至るというところでございます。先ほどもね、吉野先生の方からも言っていただきました。私も今ですね、この宗教の問題というのを語っております。もう本当に吉野先生は、もうこの医療の、歯科医ということでね、やられていて、もうせっかくこの医療のね、世界に入っていったら、もう美味しい利権だらけだというところであるにもかかわらず、その利権を顧みないで、まさに日本の病を治していくんだと、ちょっとまっすぐすぎてですね、私怖いんですよ。こんな人います？通常ね、もうその医療の世界に入っていったらね、あんまいらないことを言わなければ、こっちも美味しい、あっちも美味しいって、利権だら利権いっぱいつまめるんですよ。にもかかわらず、もう日本のこのおかしなこと、医療も政治もひっくるめてですね、正論をかましていく。正論を言えば言うほど、利権から遠ざいていっちゃうのに、
あれ多分ね、本当にこう医療関係の方が方々からすると吉野先生なんで歯医者さんになったのかな、なんであんなに美味しいことあるのにみすみす無駄なことしてるなというふうに、まあ、陰口叩かれていたのではないでしょうか。まあ、本当にね、まさにもうスーパーマリオで言ったらですよ、もうせっかくコインをね叩けばいっぱい利権が転がってくるっていうのにもかかわらず、ピーチ姫を助けるために真っ先にコインを無視して全面クリアしてしまうぐらいね、まあ縛りプレイありすぎるだろうと、まあこういったまっすぐな方なんでございます。ちょっとねゲームのことわかんない人申し訳ございません。もう私芸能関係で言ったらもう24時間テレビに出演料を一切もらわないでですね、出演するようなタレントでございますよ。24時間マラソンをギャラもらわないで本当に走っちゃうみたいな、芸能界的にありえない、ちょっとね痛い人って言われてしまうぐらいの本当にまっすぐな方でございます。今日は私先ほどねお話しさせていただきましたけれども、この特にね、まあ創価学会、創価学会っていうとね、もう最近はですね、もうビルと言ったらゲイツね、ちょっと前まではビルと言ったらクリントンだったんですけれども、ビルと言ったらゲイツでね、もう我々がね知ってますよね、山の愚痴のなっちゃんね、ここではちょっとオレンジと言ったらあっちかもしれないんですけれども、元祖オレンジは山口夏男なんですよ。なっちゃんってほらオレンジのね、みかんのジュースだったから、創価学会、公明党の方々にとっては、オレンジと言ったらなっちゃんだったんですけれども、あのなっちゃんが、まさに、特に創価学会、公明党の方々にね、もう自信を持って、なっちゃん一押しの、ね、もうはっきりね、言うと、YouTube 使えなくなりますので、なんとなく英語風に言えば大丈夫かなと言っていましたけれども、ね、こういう金のね、ですね、ございます。これを、どん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 、いう風に、もう、動画を調べればいっぱい出てくるじゃないですか。ね。そして健康被害があったとしても、そこに関してはね、ほっかぶりです。私もね、創価学会を昔から見てた人間からすると、創価学会の方々ってね、あんまりね、医者にかからなかったんですよ。どうしてたかっていうと、ちょっと病気になる、風邪をひく、ちょっとした怪我をする。ずっとね、そうなった場合には、病院に行かないで、仏壇の前でお題目を唱える。なるな、なるんだぞって、先生っつって。病院なんて言ってね、治してるようじゃしょうがないんだと。この物力法力が大事なんだっつってね、医者に行かないでお題目で治す。だから、基本的にはもう昭和の時代まではね、医療のこととかあんまり気にしてなかったんです。まあ、みんなじゃないですよ。ですが、なんでこの、そうか、公明党の方々、割とね、が好きになったのかというと、あの党のね、先ほど言いました、私も代表やっておりました、池田の政策大先生。この方がね、割とね、いわゆる医療がね、医療器具、まあ、それからお薬、まあ、製薬会社のね、製薬メーカーの方々が本当に、創価学会のところによく訪れて、先生、今度はこんなのが出ました。先生、この尿酸値が下がります。血糖値が下がります。ガンマ値が下がります。血圧がっていうようなのを売り込みに来るのはね、いつも池田大作さんのとこだったんです。あの、大作先生はね、もう医学が大好き。それ、まあ、それと、裏腹にですね、あんまりお題目を唱えなかったっていうね。よく池田大作先生の奥さんが、あの人はご恩業しないのよっていうのは有名なんですから。これね、見てる創価学会の方々、そんなことありえないって言うかもしれませんけれども、霊作先生、普通このね、創価学会は、正座をしてお題目を唱えるんですけれども、霊作先生、正座をするとですね、10分も経たずにもう足が痛いと、ちょっと腰を上げてしまうという、いわゆる創価学会の中ではよく知られている霊作ムーブを取っていたんです。まあ、そのおかげでですね、そのせいで、原作先生だけは椅子に座ってお題目を唱えるっていうのが、創価学会の中ではあるんですけれども、
ですから、偉大なる首領様はね、あんまりね、いわゆるこう宗教のこと、本当あんまり興味ない。一番お好きなのは、まあ結構医療だったんです。ですからね、皆さん何なんだろうと思うかもしれないですけれども、池田の伝作先生はとにかくもう特効薬、カンフル剤、効くものはというような人だったので、今の創価公明党がしていることってのは特に何もおかしくないんです。ただ、信者の方々だけはそのまま鵜呑みにをして、あんまり医療を信じてなかったというところで、今はまるっきり真逆の政策をとっているということでございます。本当にね、今日いろいろなお話をさせていただいておりますけれども。はい。まあ今、裏金問題とかいろいろ出てますよね。キックバックをして、政治資金不記載。この税金はこれどのように使われているのかというようなことがありますけれども。まあこんな話ね、実はもうそれこそ1990年代、もうその初頭です。もう30年以上前に実は、創価学会ってところはね、まあ簡単に言うと政治権力を使って、創価学会が本当は払うべき、その、いわゆる公益事業というね、まあ、受益事業があるんですけれども、収益事業があるんですけれども、その税金を、いわゆる政治権力を使って、いわゆる国税局の調査をですね、まあ、阻害をした、阻止をしたっていう経緯があるんです。これはね、矢野純也さんという方、もともと公明党の、いわゆる委員長だった方でございます。2年半ほどね、職長もずっと長く勤められた方です。今や物的になってるんですけれども、その方が乱脈経理というところで書いているんですけどね、1990年のね、6月に国税局のね、いわゆる資料調査6課、まあ、寮長と言われているところです。大口で悪質な、そういう案件に関して、いわゆる税務調査の、いわゆる取り調べをするという機関です。ここのね、ところが、創価学会の本部にやってきた。その時の秋谷猿之助会長と八尋副会長はね、大わらわになったんですよ。このまま創価学会の、いろいろなね、財産が、財務諸表が狙われたら大事になる。そこで、矢野委員長にお電話をして、矢野さん、ぜひこれはね、国税局、いわゆる税務調査の方をやめさせるようにできないか。これね、頼んだんですよ。一つのね、宗教団体が政治権力を使って、そして税務調査を阻んだというようなことが本当にあるんです。で、そのね、まあ、いわゆる寮長が来て、その6月に来た。そして8月に、1990年の8月22日に、実は、その国税局の長官、時のね、角谷さんという方、国税局の方5人と、それから八尋副会長、そして矢野委員長、創価学会のトップと、公明党のトップ、そして国税局の方々が、これ協議したんですよ。こんなこと考えられますか、皆さん。国税局の方がね、これからね、調査するよっていう時に、いやいや、ちょっと事前にお会いしましょうなんていうことが、民間の方ができますか？これね、創価学会の権力を使って、この国税局の方々に手心を加えてくれないかということで、政治権力を使って、この税務調査の方を、いわゆる手心を加えよう、和らげてくれるように頼んだんです。そして創価学会は、その国税局、領長に何て言ったかというと、この創価学会のね、お金のこと、まあ、税務調査も仕方がない、受け入れなきゃいけないけれども、6点だけ、6つだけ、これだけは絶対に触らないでくれ。触らせないでくれ。こういうふうにね、矢野委員長は創価学会から突き上げを食らって、これを国税局に頼まされた。これ何かっていうと、一つ目は、財産目録を触れさせない。創価学会の中のね、財産です。まあ、いろんなね、贅沢品もあったんです。これは、税務調査させない。そして、池田大作の個人の所得、これも触れさせない。そして、池田大作が多摩集めたであろう美術品。まあ、富士美術館の中にもあったりするんだけど、これも触れさせない。そして、池田大作の周りに先ほど言っておりました、
美人諸君団がいるんです。第一諸君。創価学会で言った諸務一って言うんですけれども、この美女軍団のことに関しても触れさせない。今4つ目。そしてあと5つが、宗教活動に関しては触れさせない。そして、会員の、創価学会会員のプライバシーには触れさせない。この6点。この6点を国税局に約束させてくれというところで、この矢野委員長がですね、当時の国税局の方とずっとやり取りをしたんです。これいけないんですよ。こんなことできます?ねえ。実際皆さんのね、会社でも国税局の方から調査が入る。いや、ちょっと待ってください。ちょっとお話ししましょう。お話なんか誰も聞いてくれませんよ。普通で考えたらね。しかも、国税局の方々、これは悪質だな、おかしいなと思ったら、そこの会社でも、ね、宗教団体でも、ドーンとある意味カメラがね、撮られるのを前提に、表から入るでしょう。その時の国税局どうだったのか、創価学会のことはどうだったのか、創価学会のことを配慮して、創価学会の裏の勝手口から、そろーっと入ったんですよ。ええー。いわゆるこう、台所とかあるところから、そろーっと入って、ええー。あの、出入り業者のようにね、ここグリストラップがあるからちょっと踏まないでくださいねなんて言われながらですね、あの天下の国税局の領長が裏口から、創価学会の裏口からなるべく人目につかないように入ってって、しかも6品目、特に池田対策に関わることは触れずに調査をせざるを得なかったということになるんです。このね、先ほど政教一致というような話がありましたけれども、いわゆる創価学会にも美女軍団というものが、まことしやかにも言われております。実際にあります。その方々の、この、いわゆるお金の出どころ、出しどころというものは、触れるなと。これをね、国税局に言って聞かせたんですから。これが、政教一致じゃなくて何なんですか、これ。そうでしょ。いわゆる日本国憲法の、二次条に書いてあるような、いかなるね、宗教団体も国から特権を得て、または政治権力を行使してはならない。書いてありますよね、これ。まさに、創価学会の方々は、いや、我々は、政教一致のね、この日本国憲法には抵触してないと言ってるんですけれども、公明党の力を使って、皆さんね、通常はいくらでもね、もう、税金言われたら払わなければいけないというのを、忌避させた。これは完全に政教一致と言って、それ以外何か言葉があるんでしょう。大変ですね。今日はちょっと、先ほど吉野さんのね、政教一致の、どちらかというと、こう、真っ当な方の政教一致の話に、ちょっと中心になってしまいましたけれども。まあ、このような、教団が、そして政党が、未だに救っております。ね、通常はね、政治家というのは、その国民のね、最大限の幸福と尊厳、そして財産と命を守るというのが、政治家の仕事なんじゃないですか?それがね、なんでね、一宗教団体のブク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 太った、欲まみれになった、ね、贅沢をして、まあ、上も下も、ね、贅沢しまくった、欲のお出にまみれた人間の、その、財産とか、まあ、いろいろなね、権利を守るために、国政政党の党首がなんでこんなね、悪い汗かいてるんですか。これは本当にとんでもないと私は思います。これね、私も今配信されてるでしょうから、創価学会の人大体見てるんですよ。ね。うん。だから私が出るとね、出る人の再生数の半分は創価ですから。ね。感謝してください。下の町の方にはお祈りしていただきたいと思うんですけれど。はい。ですからね、まあ、このお話、おかしいと思ったら、また訴状を届けてくださいよ。新麹町法律事務所の方々も待ってます。はい。というわけで、今日はね、ちょっとこう、もっと話したいこともあったんですが、特にこの創価学会と公明党という問題、未だにね、この日本語の国の中に救っております。ね。本当の国民のためを思う政治とは、まるっきり外れてしまった。
政治家、こんなのはね、さっさとね、解散した方がいいんですよ。そして、政治権力を使って、自分たちの利益を優先させている。ね、一人の独裁者のためにですね、動いている。ね、ワンフォー池田、池田フォーワンみたいになってるじゃないですか。もう今いませんけれども、こういうような宗教団体もね、さっさとね、法人格もね、もう剥奪した方がいいんですよ、これ。ありがとうございます。今日はまあ、こんな話をですね、銀座でいきなり、してしまいましたけれども、まあ、皆さんのお口に合ったのかどうかね、わかりませんが、こういった、内部にいる人間でもおかしいと思ったら声を上げる、こういう土壌を作っていただいている吉田さんにですね、本当に感謝しております。まさに皆さんもね、一緒に日本の病を治していけるようにですね、ぜひ吉野さんを応援していただきたいと思います。私は私のフィールドでですね、訴えること、おかしいことを徹底的に発信していこうと思っております。以上、永井秀和でございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。なかなかこういう話はですね、